夢の裏側見えた気がして、夢が見れない満たされた時代、お腹が空いても、おいしくないの何を食べても、お夢の裏側何度も見たけど、夢の笑顔はどこに行けば見れるの。お、いいんじゃない今の曲。おはよう。2月17湘南半ちゃんぽ、今朝の一曲は今作った夢の裏側。いや、珍しくサブドミナントマイナーなんか使ってみた。なあ、夢の裏側ですよ。なあ、もうね、確定申告なんか消えちまえねえ、ほんと確定申告なんだろうな、あれ。本当に俺たちはさ、こう夢を持ってさ音楽をしとるんだけど、この確定申告は何、あれ、夢をさ、夢の裏側、あれはそういう歌ですで、あとさ、こう確定申告とかさ、そういういわゆるさ、こう行政がやることってさ、何、こうアリバイ作りじゃん、わかる、こう説明してますよってさ、説明してるから間違えてあなたが悪いんですよっていう風にせんといかんから、やたらさ説明が長くて全く分かんないこと多くないね、え、要点を書いてくんないからね、え、それがね腹立つよねまあそんなわけでね、まあ、確定申告も、昨日終わってな、あ、ようやくすっきりと夢の笑顔を見に行けますよ。夢の裏側を見て何度も見た、今日からは夢の笑顔を探しに行こう、ちゅうことで、悩める若者よ、やるしかないんだな。あ、ということで、48歳、夢しか見れない病末期の私から送る夢の裏側の出来立てホヤホヤでした。なあ、ちょっとキーがね合わんかもしれんけど、ちょっともうちょっとブラッシュアップして、また数日後には、曲に仕上げてまた公開すると思うんで、期待しとってください。ちゅうことで、今日はこの辺で確定申告バカ野郎バイバイ